宮若市の塩川秀俊市長が職員にハラスメントを繰り返していた問題で、今日臨時議会が開かれ、市長への不信任決議案が出されましたが、否決されました。午前10時に開会した宮若市の臨時議会で、今年2月に続き、塩川市長に対する2度目の不信任決議案が提出されました。 議会では先月ハラスメント8件があったとする百条委員会の調査結果が可決されましたが塩川市長は辞職を否定していました不信任案可決には出席4分の3以上の11人の賛成が必要でしたが賛成10反対4の僅差で再び否決されました職職員の方々がが安安心・安全でで働働きやすい職場で働く権利があるんだ、これをしっかり、 塩川市長はけじめとして自身の給与を3割6か月間カットすることを9月議会で提案するとしています。